アルバー・アールト、アルバー・アールト、アルバル・アールとアルバー・アールト、本名フーゴ・アルバ・ヘンリク・アールト、ユーゴ・アルバー・ヘンリク・アールト、1898年2月3日から1976年5月11日は、フィンランドが生んだ20世紀を代表する世界的な建築家、都市計画家、デザイナー。その活動は、建築から、家具、ガラス食器などの日用品のデザイン、 絵画までと多岐にわたる。スウェーデンのグンナール・アスプルンドと並んで、北欧の近代建築家として、最も影響力があった一人であり、モダニズムに対する人間的なアプローチで知られる。ユーロ導入まで使用されていた50フィンランドマルカ、紙幣に肖像が描かれていた。1898年、フィンランド大公国のクオルタネで、 測量技師の父ヨハンヘンリク・アールトと母セルマ・ハクステッドの間に生まれた。家系は代々林務官を務めていた。1903年、家族と共にユバスキュラに移り少年時代を過ごした。その後アライアルビに移り住む。1916年から1921年までヘルシンキ工科大学においてアルマス林レンの下で建築を学び、在学中には 両親の家を設計している。その後スウェーデンに渡り、アルビートビアルケの事務所で働く。1922年、ユバスキュラの近くに立つ教会を設計している。1923年、ユバスキュラに仕事を得たため戻り、建築設計事務所を開設。フィンランド建築カリストのトップに、名前が来るように、アルバーアルと A から始まる名前としたとされる。 1924年、建築家愛のマルシオと結婚。ハネムーンに出かけたイタリアで、地中海文化に触れ、生涯にわたる影響を受ける。1927年、トゥルクの農業組合本部とビープリの図書館の建築設計セリで一等を獲得したことをきっかけに、設計事務所をトゥルクに移した。初期の作品は、ユバスキュラの労働者会館などに代表される、 新古典主義に基づく作風であったが、同時期に設計されたトゥルン・サノマト新聞社から、モダニズムの作風へと転じた。国際的な建築家として知られる、出世作となったのは1928年に行われたコンペで一等を獲得した、パイミオのサナトリウムであった。この作品は、北欧で、モダニズム建築が台頭するきっかけになった作品の一つである。また、同時期に、 ちゃん、近代建築国際会議の終身会員に選ばれ、バルターグロピウス、ルコルビュージエラ土地期になり、人間的な近代建築を生み出すことに生涯をかけた。1933年、敷地変更のため中断していた、ビープリの図書館の設計が再開されたため、事務所を、ビープリに近いヘルシンキに移した。 1935年に竣工したビープリの図書館に見られる波形にうねる曲線による木製の天井はモダニズムの空間に相反するフィンランドの伝統的材料である木材を用いることでアールト独自のモダニズムのあり方を推し進めるきっかけとなり曲線と木材の使用はアールトの作風の一つともなった。ちなみにアールトはフィンランド語で 波を意味するコレオラに押し進めたのが、パリ国際博覧会フィンランド館、1937年、ニューヨーク国際博覧会フィンランド館、1939年のウネル壁面やマイレア停電の木材の使用であり、同時期にデザインされたアールトベースである。1939年、フィンランド国内にソ連軍が侵攻した冬戦争。一旦は、 和睦を見るが、その後、第二次世界大戦が勃発する。戦時中は、戦後の復興計画を練るなどして過ごした。第二次世界大戦が終了すると、ニューヨーク国際博覧会で地気を得ていた、アメリカ合衆国の建築家からの招きです。1946年から1948年まで、マサチューセッツ工科大学客員教授を務め、MIT 寄宿舎。 ベイカーハウスの設計を行った。1946年からは、ドイツ軍により破壊されたサンタクロースの街、ロバニエミの復興に、都市計画段階から携わり、多目的ホール、図書館、視聴者、教会、住宅の設計を手掛けた。1949年、文教都市オタニエミ設計コンペティションに当選。都市設計の田オタニエミ工科大学のキャンパス計画と、 建物を手がける。1949年、つまの死去。それまでの作品には必ず、愛のとアルバと署名していた。1952年、建築家、エリッサ・マキニエミと再婚。1953年、ウィーン・スポーツと文化センター建築設計協議入選。1953年には、フィンランド共産党の施設でと呼ばれる、変わった建築にも関わった。 1963年から1968年までフィンランドアカデミー会長を務めた。1976年ヘルシンキにて没。没後の仕事は妻のエリッサに引き継がれた。アールトのガラス機には1937年のパリ博覧会に出品して世界的に有名になったアールトベースがある。アールトがデザインした家具はアルテック社。 が、制作、販売している。この会社は、アールトの事務所の所員にいるすぐスタッフハールの紹介で、知り合った、マイレア邸の施主、ハッリとマイレーのグリクセン夫妻と、ハールと妻マアイノと1935年に、共同設立された。アールトと妻イノがデザインしたガラス食器は、イッタラ社が制作している。1938年にカウッテアの労働者用。 住宅地計画を立案。1940年には、マサチューセッツ工科大学の学生用演習として、実験的都市計画試案を発表。湖水外組む小高い森林地帯を選び、様々な形の住宅を配置している。実際に、フィンランド政府は基金を募って、実験都市を建設しようと準備している。1943年をウル都市計画を立案。 その後1962年に行われた新しい設計競技には参加しなかった。その他都市計画の業務として1930年代からのスニラ森林都市をはじめ1939年から1940年のピルコラ地区計画、ヘルシンキオリンピック村、1942年のコキメキタ地域計画、1945年のロバニエニ復興計画、 1942年から1949年のサユナットサロ、セーナッツサロ島の建設計画、1964年のパシラ地区市街地開発提案などを立案している。その他の主要な計画施設として工業計画などがあり、工場の建物の設計から工業地帯全体の配置計画などまでに及ぶ。1947年には、 牧師化流域の開発計画を手掛け、いくつかのセルロース工場や木材製材工場などを手掛けている。洋ンシルツはアールトに関し、著作を編集し電気を出している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。